どうもハミカミです。この動画、冒頭を見てくださるコアな方にとってはびっくりされると思いますが、声を入れることにしました。驚かしてしまいすみません。動画の字幕だけでは視聴者の方には分かりにくい、自分自身もさらにレベルアップしていきたいなと思いましたので、頑張って挑戦してみました。それでは行きます。今回は部屋の収納スペースをさらに確保したく、 D デザイン加圧折りたたみ式収納ボックスの黒色を購入しました。さらに自分の部屋を改良しようと思って購入したアイリスオーヤマスチールウッドラック幅42センチ4段の生地の続きとして、実際に収納ボックスを置いて検証してみました。それでは早速開封レビューから紹介していきたいと思います。今回購入した先は Amazon になります。公式サイトなどで他にいい商品がないか探しましたが、検索には出ませんでした。商品についている表紙は日本語以外に英語や中国語か古い日本語表記のようなものがあって、なんだか変な感じがします。商品自体の梱包はきちんとされていたので一安心しましたが、ビニール袋の封が少し複雑で開けるのに手間取ってしまいました。ビニール袋のテープの上にさらにテープという感じで開け口が分からなかったですね。商品内容は表紙のような説明書かっこ紙カバー収納ボックス底板蓋になります。ホームセンターや100均で手に入りそうな感じの内容物でした。値段は1800円で割とお手頃かと思います。紙カバーを見たところ、中国語か古い日本語表記のようなものがあるのは気になります。ただ簡易的に商品の組み立て方などが書いてあったので、マシかなと思っております。またこの商品は小さめのサイズかつ黒色だけではないようです。桃色や水色、紺色などもあり、サイズの種類がいっぱいあって、これほど多くの色とサイズを販売してくれる業者がいてくれて、個人的には嬉しいかなと思っております。収納ボックスは表裏向きがはっきりと分かるように、表面にはプラスチック素材の取っ手がついておりました。本来こういった収納ボックスの取っ手はただ穴が開いていて、生地と素材を縫い合わせただけの品質になっていると思いますが、この収納ボックスは取り出しやすさを考慮した上で設計されていて、個人的には嬉しいです。ちなみに生地はポリエステル素材となります。触った感じ、紙や布のようにシワができるような感じではないので、耐久性もかなりありそうです。ただポリエステル素材ということもあって、収納ボックスの表面自体が細かい繊維であることから、ホコリを取るのが面倒かもしれませんね。それでは組み立てについて説明しようと思います。作りが単純で内容物もシンプルなので、説明する必要がないかなと思いますが、念のため説明しようかなと思います。蓋の裏についていた底板を収納ボックスへ入れるだけです。底板もよっぽどのことがない限り折れ曲がったりしない素材でできているので、少し重たいものを入れても安心ですね。底板を入れてみた結果こんな感じです。少し折りたたんだ収納ボックスがしっかりと安定しております。おまけにプラスチックの取っ手以外にも、山折りに折りたたむところの両側に縫い合わせた小さな取っ手がついているのですが、この縫い合わせた取っ手もしっかりと開いており、手が入れられやすい構造になっておりました。本当に便利ですね。また黒色ということもあってシックな感じでかっこいいですね。紙や段ボールの箱とは違って、ポリエステルで作られた素材であれば破れることもないですし、指を切ることもないので安心して蓋を開けることができます。これはもう神としか言いようがないかなと思っております。組み立ては以上になりますが、ここからが本番です。次は冒頭で説明した通り、自分の部屋を改良しようと思って購入したアイリスオーヤマスチールウッドラック幅42センチ4段の続きとして、実際に収納ボックスを置いたらどういった感じになるのか検証してみました。それでは見ていきましょう。収納ボックスを置く前の状態です。これでもかなり綺麗な方です。これ以外にもタンスの上に仕事で使うパソコンやデバイス、カバンなどを置くスペースを確保する必要がありました。そのため毎回目の前にあるものをどかして物を取る必要がありました。この前説明したアイリスオーヤマスチールウッドラック幅42センチ4段は、タンスの奥にちょっと小さめのラックを配置し、目に見えるところ、見えないところの収納スペースが欲しかったため、大手楽天で販売しているような一般的なサイズの収納ボックスを配置することができませんでした。タンスの奥にラックがあるため、物をいつでも取り出せるもの、かつ棚板に合わせたサイズでないといけないため、次の寸法よりも小さいサイズの収納ボックスが必要でした。
奥行き 21.5 センチ以下、横37センチ以下、高さ 32.5 センチ以下になります。そのためタンスの奥にラックを配置したとしても収納ボックスがないため、棚板をタンスの高さにできるだけ合わせて取り付けないと物を置くことができませんでした。またラックの棚板をいい感じに取り付けたとしても収納ボックスがないと次のようなデメリットが起こりました。棚板とタンスの高さが合わないことから物を落としやすい。物を落としたら拾うことが非常に困難。ラックの棚板と天板までの高さが余ってしまってもったいない。タオルや小物入れなどがむき出しになるため埃がつきやすいになります。仕事道具やカバンなどを収納ボックスへ入れて置いてみた状態です。前よりは収納スペースがさらに確保され、むき出しになっていたものはラックの棚板に移すことができ、簡単に取り出しやすくなりました。仕事道具は目に見えない場所へ置くことができたので、撮影時や来客で誤って見せてしまうことなどの対策になるので安心しました。収納ボックスを取り出す際、タンスと棚板の高さが微妙に違うことから取っ手で引っ張って取り出す。タンスと棚板の微妙な高さがあるおかげで収納ボックスの配置も固定されて安定性抜群です。はい、いかがでしたでしょうか。次のまとめを見ていただくとわかると思いますが、悪い点があまりなかった気がします。いいところばかりで違和感なく普通に使えておりますので、とても嬉しいです。お手頃な価格で手に入れやすい、色やサイズが豊富で使い勝手がいい、組み立てや折りたたみが楽、正面左右両側にも取っ手がついている、紙や段ボールとは違うので耐久性がある、 Amazon 以外で見つけられそうにない、自社ホームページのようなブランドの存在感がない、開封で少し苦戦、収納ボックス表面にたまるホコリが取りづらそう、以上になります。非常に素晴らしいです。サイズと色もラックにもぴったり、収納スペースが少なくて片付けられず本当に困っておりました。 Amazon や大手家具メーカー店などで探していてもちょうど良さそうなサイズがなく、なかなか見つけられなかったので大変でした。ちなみに最初は2つしか買いませんでしたが、あまりにも良かったのでもう2つ買いました。ラックの棚板の高さをさらに調整して保管しております。タンスの奥下へギリギリ手が届く範囲へ置くことができたので、取り出しにも困っておりません。今回この収納ボックスがあまりにも良かったので、他にもいろいろと部屋の改造ができましたらルームツアーで再び紹介しようと思います。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。初めてのナレーションということで口の中がすごく乾いて肺も疲れました。実際に喋ってみて自分の声を聞くとすごく恥ずかしくて泣きたくなるぐらいの感情に襲われそうですが、生放送とかではない限りそんなに悪くないなと思いましたので、やってよかったなと思いました。次の動画も頑張って挑戦してみようと思いますので、どうぞこれからもよろしくお願いします。この動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。